おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1772です。はい、今回紹介するのはですね、前回の作業の方に SH フィギュアーツまたはフィグマのような稼働ものって言いましたけど、全然違うものですね。まあ稼働ものには変わりないですけどね、それをちょっと紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい、こちらですね、以前も紹介したことがあります、ネクスエッジスタイルってやつですね。こちらの中の龍神丸、これね、紹介したいと思います。一応、ナンバーとしては NX0044 ですね。はい。44体目になったやつって感じかな。はい。こちらを紹介したいと思います。で、こちらですね。まあ、マシン英雄伝渡るという作品の中から出てきたものになりますけど、以前ですね、紹介したことがあるのが一応3つですね。龍王丸と、ジャコ丸と、先人丸。この3つを紹介しましたけど、今回はですね、龍王丸になる前の姿の、こいつをね、紹介したいと思います。まあ、渡ると言ったらこれだよねってやつがやっと出た。まあそんな感じかな。ただ発売からちょっと時間経ってますけどね。まあこれをちょっと紹介したいと思います。まあパッケージはいつものパターンですよと。で、横を見るとこういう感じ、裏はこうですと。で、ここにですね、なんか鳥っぽいのがいますけど、こちらですね、空人丸っていうやつなんですけど、これはですね、まだ発売されておりません。まあ動画の公開時期にはまだ発売されておりません。まあ予約はできてるはずなんですけどね。はい。まあこれを組み合わせることができるっていうギミックになってるみたいですね。はい。頭部はこんな感じですよと。で、さらに横を見ると、まあ、こんな感じのポーズリストみたいなね。リストっていうか、ポーズの一連みたいなのが載ってます。で、上と下という風になっております。はい。ということで、早速ですね、こちらから開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。龍神丸本体と、公開の手首パーツ、刀龍剣。そしてこちらがマウントパーツですね。一応こんな感じで収まっております。で、いつものパターンで裏のところに台座関係ですね。ベースと支柱と、この台座同士を重ねたりとかね、そういう時に使う支柱パーツが収まっております。はい。で、それ以外に説明書の方がこういう風にありますので、まあ、これはちょっと後で見たいと思います。ということで、早速ですね、パーツの方をこちらから出して、ザザッとね、準備してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースといつもの支柱が2種類ですね。で、ベース同士をつなぐための支柱パーツがあります。刀龍剣と、マウントパーツ、交換の手首パーツと龍神丸本体と、こういう風に置いてあります。で、説明書の方がまあこういう感じでありまして、パーツの名称とかも一応載ってると。まあ刀龍剣ですね。で、まあフィギュア本体とまあ2パーツがどうですよとかね、こんな感じですよ。マウントパーツはこういう風につけて直接剣を刺しますと。で、刃の部分を抜いて、こちらのね、下から差し込んで、こっちのパーツを上からつけるみたいなね、そういう方式ではなく、直接ブスッといってしまいますんで、ここの内側のところで擦れるとね、傷ついたりとか、接地面がね、傷つく可能性がありますんで、そこだけちょっと注意とか、そんな感じに載っております。で、あと台座の使い方がこうですよと。支柱ね、自立補助支柱。一応こちらが浮遊っていうか、こう書いてますけど、まあ固定か可動かっていう感じですね。これを取り付けて飾ることができるというふうになっております。で、裏側がこんな感じで台座のね、使い方ですよと。台座同士を横に連結することもできるし、斜めに連結させることもできると。で、台座用の支柱をつけると上にこう重ねることができるっていうね。これは以前ちょっとやったことがありますんで、過去のね、ネクスエッジの動画を見ていただければと思います。はい。まあ、一応こんな感じの説明書が入っております。ということで、早速ですね、パーツ一式手前の方にちょっとザッと寄せてしまいまして、よっこらっしょいと、龍神丸本体見ていきたいと思います。まずこの状態でぐるっと回すとこういう感じですねと。はい。一応こんな感じです。で、背中のところに今穴ありましたけど、ここのところに支柱を取り付けるんではなく、ここは刀龍剣をね、マウントさせるためのマウントパーツを取り付ける位置になっておりますので、支柱を取り付けるのはここの穴というふうになっております。はい。で、とりあえずまず可動範囲ですね。それから行きたいと思いますけど、こちらのね、龍神丸とか、他のね、丸魔人って呼ばれているやつらですね。は全部首がこういうふうに埋まってるような感じになってるんで、ちょっと可動域がね、横向きにはちょっと狭いんで、ちょっと前の方にグッと出してあげると、多少こう振ることができるっていう感じになってます。まあ、首周りがね、スッキリしてるやつは、それないんですけどね。ちょっと龍神丸は狭い感じですね。はい。で、上はこんな感じ。まあ、下は、これが限界ですね。まあ、こんな感じですよ。で、腕周りをこの状態でぐるっと回すことができます。根元のところに引き出し機構がありますんで、こういう風に前に出すことができますよと。これを二つね、組み合わせてあげると、刀龍剣をね、真上に構えたポーズとかもできるという感じになっております。で、肩アーマーは、腕のね、ここのところのジョイント付近のところで繋がってますんで、まあ、独立カードをしますよと。まあ、跳ね上げるとこんな感じです。で、根元のジョイントでこうやって動かすことができますんで、肩アーマーと腕はバラバラで動かすことができるという感じです。こちらの爪パーツを外すことができません。肩にね、描かれているこちらの竜の模様も取ることができません。はい。
で肘はここで曲げることができてロールもできます。手首に関しましては軸になってるんでここでひねることができますけど、これですね、成形色だと思うんですけど、これくっついてる可能性がありますんで、この状態でね無理やりグッとひねると根元からちぎれる可能性がありますんで、硬い場合はね無理せずに一旦ねお湯かなんかで温めて抜いてあげるとかね、一応そんな感じにしてあげた方がいいと思います。左右同じ感じになっております。で腰部分がこういう風に動かすことができますけど、この状態でぐるっとね回ることはありませんので、ある程度動くという感じです。足に関しましては根元の部分ですね、ボールジョイントになっているというか、こういう構造になってますんで、まあ一応動かすことができますけど、ちょっと軽いっていうかね、緩い感じになってますね。で、脚部は曲げることができますんで、こういうふうに動かすことができて、足首はこのように動かすことができますと。まあこちらですね、ジョイントの接続方法がちょっと特殊になってまして、まっすぐ球があるわけではなく、こうグイッとね、曲がってこっちのね、かかと側の方にボールがあるような感じになってるんで、ちょっとね、動かしにくい感じがありますけど、まあ一応足を広げた状態で内側にね寄せてあげればピタッとこう立たせることもできるという感じですね。ただ股関節部分がちょっと緩いっていうのがあるんで、そこが惜しいと思うんでね、そこに関しましてはパーマネントマットバーニッシュとかで補強してあげた方がいいと思います。まあ全体的にいい作りっていうかね、できですね。ただちょっと日差しが長いのか、正面ですね、こう見た時に目元がちょっと隠れ気味になってしまうので、ちょっと持ち上げてね、こんな感じで目が見えるようにしておいた方がいいかもしれないですね。はい、一応こんな感じです。で、金色の部分に関しましては、メッキ塗装っていうかね、なんかそんな感じのメタリックな感じになってるんで、まあ見栄えはとてもいいですよと。で、角に関しましても結構シャープにね、作られておりますので、引っ掛けてね、折らないように注意が必要と。で、説明書の方にもね、ちょっと載っておりました、肩の部分ですね。ここのところに2つ、なんかパーツがありますけど、ここのパーツをこう外しますよと。で、ここの部分のところに箱のね裏にありました別商品の空人丸ですね、多分それを取り付けるための穴だと思いますんで、このパーツ今触った感じとしましては爪を引っ掛けて簡単に抜けるぐらいだったので、紛失しないように注意が必要という感じですね。はい、まあ、背中周りはこんな感じとなっております。で、ここのところに付属のこちらですね、マウントパーツをここに直接差し込みますよと。で、これですね、硬いからといってこの状態でグッと押すと当然ながら中空見たくなってしまってるんで、こっからねバキッといっちゃう可能性がありますので、まあ全体的に持ってこうひねるような感じ入れてあげると。それでもきつい場合はあらかじめ削ったりとかシリコンスプレーを流し込んで滑りを良くしてあげた方がいいと思います。まあなんとなくこんな感じでつけました。で、付属の登竜拳ですね、そちらを見ていきたいと思いますけど、登竜拳はこちらですね。で、肩とかね頭部のところのこちらのパーツ、首元のマガタマだったかな、これと同じような感じでメタリック塗装になっておりますよと。で、これをこのところに直接ブスッと差し込んでいって、まあ、こんな感じでねマウントしますんで、内側ですね、こう差し込むときとか抜くときにガリガリガリってやるとここのところの塗装がね剥げちゃう可能性がありますんで、一応注意しながら入れてあげれば OK です。で、入れた感じこの状態でカチッって止まって抜けないってことはありませんので、結構ガバガバになってるんでね、そこまで心配することはないかなと思いますけど、背中に剣を取り付けると、まあ、こんな感じですよと。はい、で、先ほどですね、肩アーマーのところの説明の時に、角は取れません、竜の紋章は交換できませんってお話ししましたけど、竜神丸を最初に召喚した時っていうのは、こちらの竜の紋章はなくて、肩のこの角パーツもない状態で出てくるわけですね。で、パイロットである渡るが乗った時に、肩の中からこの爪パーツがニョキッと出てきて、パタンと落ちる。で、竜の紋章が描かれるみたいなね、そんな感じの召喚方法っていうかね、登場だったので、それがね、再現できる専用パーツがあっても面白かったんじゃないかなと思いますね。はい。一応背中につけるとこんな感じです。で、台座の方行きたいと思いますけど、台座がですね、こちらのベース、それ以外に支柱がありますけど、これと、これ。まあ、台座同士のね、接続用の支柱に関しましては、ネクスエッジスタイルのね、動画で一度やっておりますんで、省略させていただきますけど、こちらの支柱を使って浮かすことができると。ただですね、これをつけてしまうと、こう高い位置に常にいる感じなんですね。で、もう一つのやつを使うといい感じなのかというと、稼働方法がちょっと特殊で、下のやつはこういう風にね曲がりますよと。で、次の関節がこの奥手前に行っちゃうんですね。で、もう一つの関節がこういう感じになるんで、かなり特殊な形にはなるんで、うまくいけるのかなーっていう感じがありますけどね。で、この状態でこうしてしまうと斜めになってしまうと。で、根元もひねることができませんので、まあ地べたを這うようなね、そんな感じかなと。で、それ以外で調整するとなると、上げて、まあここでこういう感じかなと。
して立たせればいい感じなのかと思いますけど、いまいちですね、扱いにくいと。なので、ガンダム系はいいと思うんですけど、こちらのね、龍神丸っていうか、このタイプは、足のね、底の部分がかなり広くて、空飛んでるやつ以外は台座っていうかね、これなしでも私はいいんじゃないかなと思います。で、台座の中心に立つことができませんので、全体的に、ね、前に寄ってしまうっていうのもちょっと気になりますんで、まあ特に股関節がもっとね、グラグラにならない限りは、台座なしでも十分じゃないかなと思います。はい。まあ台座使うとこんな感じ。宙に浮かせたい場合は、この状態の支柱をグッと持ち上げてもいいですし、こっちに変えてもいいという感じです。ただこっちにするとまっすぐ立ってね、根元の部分をこういう風に稼働するっていうよりも一回抜いて角度変更して差し込むってタイプになってますんで、後々ね発売したら紹介します。空神丸とね組み合わせたりとかね、背中のところに重量物がついたりとか、全体的な重量でこの支柱が負けてしまうような場合はこっちのね根元の部分が固定式のやつを使った方がいいと思いますけど、それ以外の時はねこういう形で使ってあげれば十分じゃないかなと思います。はい。まあ一応台座としてはこんな感じですよと。で、剣とかあと後継の手首パーツの話いきたいと思いますけど、まあ平手しかないんですけど、こんな感じですね。手首パーツがあります。で、交換方法は以前のやつと同じような感じで、こっから抜きますよと。そしてブスリと差し込んであげると、こういう風に平手にすることができる。それ以外に剣ですねを持たせるときには、こちらの手首パーツを使って持たせる。で、背中から刀流剣を抜きまして、これを持たせますよと。で、持たせるときにここのパーツポンと抜いて差し込んで差し込むとかね、そういうわけではなく、ここのところがね切れてるからということで強引に持たせていきますよと。まあグイグイっといくパターンですね。これがねあまりよろしくないんですよね。まあこんな感じです。で、これがですね、擦れることによって今度こちらのメッキ塗装といいますか、メタリック塗装が剥がれて、こっちの白い手首パーツに色移りするとかね、あとはこの状態で長期持たせてしまうと、外した時にこっち側にね塗装が移ってしまって、こっち側に剥がれるっていう原因になりますんで、もしですね長期間持たせる方は、ここの部分ですね、このちょうど接触する部分に対して薄いビニールをねとりあえず巻いてあげた方がいいと思います。まあ一応こんな感じで取り付けることができますんで、あとはブスッと差し込んであげると、こういう風にね剣を持つことができますよと。で、あとはまあポージングをね決めてあげて、バチッと飾るみたいな、そんな感じで遊べばいいんじゃないかなと思います。はい。で、今までですねガンダム系のやつをねネクスエッジシリーズちょっとやっておりますけど、このね渡るシリーズがね一番ベストだと思います。っていうかベストマッチしてるんじゃないかなと思うぐらいね、スタイルもとてもいいです。ガンダム系もね悪くはないんですけど、ちょっと中途半端に足がね長く感じたいとか、もうちょっとね縮めてもいいんじゃないかなとかね、そういうような感覚になるんですけど、このね渡るシリーズはねバッチリだと思うんですよね。本当にねベストマッチどころじゃなくてね、ネクスエッジスタイルは渡るシリーズのために作られたんじゃないかなってね個人的に思ってしまうぐらいね、もう完璧に近いと思いますんでね、今後もこのシリーズ続けていただければ嬉しいなと。まあ今後2つぐらいはまあ決まってるんじゃなかったかなと。そのうちの1つが空神丸、もう1つが渡る2に出てきた新生龍神丸だったっけな、なんかそんな感じのやつが今のところ決まってるはずなので、まあ2とか後のね作品に続いていただければ非常に嬉しくなるっていうかね、まあファンとしては非常に嬉しい、そんな感じのものですね。はい。まあ気になった方はちょっとチェックしていただければと思います。はい。ということで今回はですね、ネクスエッジスタイルの龍神丸、これをねちょっと紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回もまたネクスエッジスタイルをちょっと紹介したいと思いますけど、今回紹介したね龍神丸と同じ渡るシリーズからの登場という感じになっております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。